長野市の市の街地地東部郊外に広がる地域全域が、長野市役所小牧支所の管内である。町名整理により大技高田から分かれた、北条町、南高田1.2丁目についても、本校で扱う。今地については、鶴ヶ居町を参照。地域北部を、国道19号、地域南部を、長野県道58号長野須坂インター線が、東西に横切り。 東寄りを国道18号が南北に走る道路交通の要衝である。慶長末期に裾花川の世界が行われるまでは、裾花川は当地域を横切っており、地名からもわかるように古くは平坦な田園地帯であった。しかし、長野市街地までバス、車で10分程度という高立地で、戦後急速に宅地化が進んだ。現在では、 南東部の緑川丘小学校付近を除いて、ほぼ全域が、住宅地である。地区内の人口及び、世帯数は、以下の通り。大和高田、北条町、南高田1.2丁目の範囲は、おおむね1876年時点の水内郡、高田村の範囲に相当する。北条町は、高田地区北西部の町。郵便番号は381-0035。 町の南端を国道19号が東西に通過し、北西の橋を品の鉄道北品の線、北陸新幹線が通過している。周囲は以下の大技、町長と接する。地区全域が住宅地である。路線バス国道19号を上にアルピコ交通の中村停留所があり、以下の路線系統が利用できる。高田は長野市街地の東郊街にある地区。 郵便番号は381-0034。地区の北部を北八幡川、南部を南八幡川が流れる。北部を国道19号、南部を長野県道58号長野須坂インター線が横断し、東寄りを国道18号が重走する。周囲は以下の大技、町長,長と接する。上。 高田の目がドン・キホーテ長野天地区内はおおむね、住宅地で占められるが、区画整理は行われておらず他の区割りが残る。幹線道路4本が交差する地区であり、長野市の自動車交通の要衝となっている。特に地区北東にある西尾割部交差点は、国道18号と国道19号とが交差するため、渋滞が多発しており、対方式による改良が行われた。また、 国道18号と県道58号が交差する上、高田北交差点周辺には大型店が軒を連ねており、買い物客の車で混み合う。路線バス国道19号を走るアルピコ交通の以下の路線系統が利用できる。長野県道58号長野須坂インター線を走る超電バスの以下の路線系統が利用できる。北条中村式内車。 森田内神社川端5分1長野市立小牧、小学校上高田南高田南高田は、高田地区東部の地区。南高田1.2丁目がある。郵便番号は381-0033。町の南端を、長野県道58号長野須坂インター線が、東西に通過している。周囲は、以下の大技、町長と接する。地区南端を走る。 県道58号長野須坂インター線。写真右側が南高田一丁目地区全域が区画整理された住宅地である。路線バス長野県道58号長野須坂インター線を走る超電バスの以下の路線系統が利用できる。南高田一丁目南高田二丁目回転当時は日本最大の売り場面積だった青木長野南高田店。 ありがとうございます。